ようこそサウンドデザインラボへ、TK です。今回は2020年最新版おすすめする歪み系エフェクター、おすすめしない歪み系エフェクターを解説したいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つはおすすめする歪み系エフェクター、もう一つはおすすめしない歪み系エフェクター、そしてあと一つが歪み系エフェクターを選ぶときのポイント。実は俺は歪み系エフェクターが好きじゃないんで、おすすめするものはないし、おすすめしないものは全部なんていうと話が始まらないんですけど、好きじゃない中でもこれなら使いたいと思うものを紹介するので、逆に参考になるんじゃないかなと思います。あと歪み系って無数にあるし、歪みの好みも人それぞれなので、最後に歪み系エフェクターを選ぶポイントも解説します。ぜひ最後まで見てもらって参考にしてみてください。よろしくお願いします。ではまずはこちら。まずはおすすめの歪み系エフェクターから。一つ目はカール・マーチンの TOD です。こちらのペダル、知ってる方の方が少ないと思います。デンマークにリジー・ミズ・リジーっていうバンドがいるんですけど、この TOD、もともとはディジー・ミズリージーのギターボーカル、ティム・クリステンセンのシグネチャーモデルとして開発されました。デンマークと日本限定で500個しか販売されなかったディジードライブっていう中古市場でもめったに見ないレアなエフェクターがあるんですけど、手にした方の評判があまりにも良かったんで、ディジードライブを復刻したのがこの TOD です。ティム・クリステンセンは改造マーシャル、ベースは JCM800 って言われてるんですけど、これにボスのターボディストーションを合わせて使ってました。TOD はその音を目指したエフェクターと歌われています。出音の方はディジー・ミーズ・リジーの音がそのまま出るかはさておき、軽いクランチからディストーションまで幅広く出るエフェクターです。歪み方もナチュラルで、エフェクターで作ったいやらしさみたいなものをほとんど感じません。このエフェクターの肝はエッジのつまみで、帯域でいうとハイミッドあたりの出方をコントロールできます。このエッジのつまみで音の押しとかアタック感を調整できるので、つまみは4つなんですけど、結構繊細に音を作り込めます。俺も昔一緒にバンドをやってた人にかなり深いところまで触らせてもらったんですけど、本気で買い替えを検討したくらい良かったです。概要欄に思想の URL を貼っとくんで、ぜひその音を聞いてみてください。続いて紹介するのはストライモンのリバーサイドです。ストライモンって空間系のイメージが強いと思うんですけど、もともとはダメージコントロールっていう歪み系がメインのメーカーなので、歪み系のエフェクターはお箱です。こちらはメーカーが歌ってるくらい真空管の歪みを意識したエフェクターで、本当に真空管入ってないの?と思うくらい綺麗な倍音が出ます。歪みの深さを変えるスイッチとか、ミッドブーストのスイッチ、あとはプレゼンス調整のスイッチとノイズリダクション、ライブスイッチでオンオフできるブースターがついてたりと多機能で細かく音を調整できます。あと3バンドの EQ がついてるので、これも細かく音を作れるポイントになってるし、メーカーも推奨してるんですけど、プリアンプとしても使えます。ストライモンはもう一つサンセットっていう歪み系エフェクターがあるんですけど、断然こちらのリバーサイドの方がおすすめです。こちらも概要欄に思想の URL 貼っておきます。もう一つおすすめなのが YouTube 搭載のエフェクターです。これはこのプリアンプを作っていただいた SBI さんや FOX、 YouTube 製造元のコルグの自作キットなどいろいろ出てるんですけど、どれもおすすめです。真空管内蔵の歪みエフェクターはブラックスターとかからも出てるんですけど、どれも覇権を取れませんでした。それもそのはずで、どれもだいたい 12AX7 っていう真空管を1本搭載してるんですけど、これ1本じゃ全然足りないんですよ。アンプだってこれを4本とか積んでるんで、1本だと全然足りないんですよね。これはコルグも言ってて、 YouTube はこの弱点を補って1個でも十分足りると言っています。俺も自分で使うまでは本当に1個で大丈夫って半信半疑だったんですけど、本当に1個で大丈夫です。チューブアンプの歪みと遜色ない音がします。ただ前に挙げた YouTube プリアンプの動画だと、 YouTube のエンコードに引っかかって自分でも十分に YouTube の音を届けられてないなと思ったんで、ぜひ皆さんも実際に手に取って YouTube のチューブサウンドを体験してみてください。続いてはこちら。続いてはおすすめしない歪み系エフェクターを全部と言いたい気持ちをぐっとこらえて紹介します。おすすめしない歪み系エフェクターはボスのハイゲイン系ペダルです。みんな大好きメタルゾーンはもちろんのこと、メガディストーションもおすすめしません。なぜこんな大人気のペダルをおすすめしないか、ぜひ俺が歪み系エフェクターを使わなくなったエピソードを紹介させてもらいたいんですけど、話は十数年前 PRS を買った日まで遡ります。その日当時使ってたボードを持って、買ったばっかりの PRS をスタジオに鳴らしに行きました。当時のボードは歪みをメガディストーションで作ってて、憧れの PRS だしさぞかしい音がするだろうって PRS をボードに繋いで JC で鳴らしたんです。
そしたらいつもと同じ音しかしないんですよ。 PRS を買う前に使ってたギターは同級生に1万円で譲ってもらったバーニーのレスポールだったんですけど、その価格差約60倍、出音はそのまま。厳密には出音が違ったんだと思います。ただ弾いてる本人にはとても価格差60倍の音には聞こえずに、こんなんだったらこんな高いギター使わなくてよくねくらいの差しかありませんでした。結局スタジオに置いてあったマーシャルで鳴らしたら PRS らしい最高の音が出たんで、その日 DK 青年は窓からメガディストーションを投げ捨てて歪み系エフェクターを使うのをやめました。このくらいボスのハイゲイン系ペダルはギターの個性を殺しにかかってきます。安いギターをつないでも高いギターをつないでも一緒の音しかしません。これって言い換えると安いギターでもそれなりの音がするようになるってことなんで、逆におすすめの理由にもなるし、みんなが大好きな理由とか他の YouTuber さんがおすすめする理由もわかるんですけど、自分がとことんこだわって選んだギターを使ってる方にはおすすめできません。ワザクラフトのメタルゾーンも試したことがあるんですけど、ギターの個性が少し出るようになったものの、結局メタルゾーンはメタルゾーンでした。ボスに限らず他のメーカーでもここまで極端に歪むハイゲイン系のペダルはこういう傾向が顕著に出るんで、基本おすすめします。最後はこちら。では最後はここまでのおすすめポイントとかおすすめしないポイントを踏まえた上で歪み系エフェクターの選び方を解説します。歪み系エフェクターを選ぶポイントは2つ。1つは歪みの幅で、もう一つはギターの個性を活かせるかです。どれぐらい真空管っぽいかって言い出すとキリがないし、選択肢はチューブアンプを選ぶかニューチューブを選ぶかくらいになります。どんな音がするかも大事なんですけど、その前にそのペダルが自分が必要なくらい歪むかどうかの方が大事で、アンプで言うとレクチぐらい歪ませたいのにボスのオーバードライブを選ぶとそこまでは歪まないし、逆にちょっと歪んだクリーンとかクランチぐらいにしたいのにメタルゾーンを選んでしまうと歪みすぎてしまうとか全く合わない感じになります。なので俺は歪み系エフェクターを試奏するときはゲインのつまみを最小から最大に上げていって、どれくらいの幅があるかを最初にチェックします。そして自分が必要な歪みの幅のものの中から自分の好きな音がするものを選んだ方が満足する音が作れるようになると思います。この幅なんですけど、広ければ広いほどいいとは限りません。幅が広くても得意なところはペダルによって変わるので適材適所で選んであげてください。あとギターの個性を活かせるかなんですけど、ブラインドで聞いても例えばこれはギブソンの音だなとか、これは PRS の音だなとか分かると思います。特に自分が使ってるならなおさら分かると思います。この〇〇の音っていうのがしっかりと分かるものを選んであげてください。これは感覚頼りになるんですけど大丈夫、毎日一緒にいるギターなんで自分の感覚を信じていいと思います。あとは例えば1曲の中とかバンドの持ち曲の中で A の曲のサビはこれだなとか B の曲はこっちだなみたいに細かくエフェクターを選ぶよりも、アンプのチャンネルのような感覚でブランチの時はこっちだなとか深い歪みの時はこっちだなみたいにエフェクターを選んであげると全体的な音もまとまると思います。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回はおすすめの歪み系エフェクターとおすすめしない歪み系エフェクター、あとは歪み系エフェクターの選び方を解説しました。ここまで解説しといてなんですけど、ケンパーを買えば一発で解決しますよと元も子もないことを言って今回の動画終わりにしたいと思います。この動画が面白かったよとか参考になったよとか、ケンパーだとふざけるなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。動画作りの励みになります。さて次回はコンプとかのダイナミクス系を解説したいと思ってるのでぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。